東京ドームです。読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズ、この一戦をお送りいたします。ジャイアンツの先発はエースの菅野、対するドラゴンズの先発は右の柳、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。右の菅野、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。まずは1回の表、先頭バッターは大島。第9球投げた、ストライク。第2球投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、打った、ファール。次は4球目、投げました、外角、外れてボール。さあ5球目、打ちました、岡本掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番岡林。岡林、背番号60。第9球投げました、初球空振り。初球空振りから投げました、ボール。投げた、真ん中決まってストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、ストライク、空振り三振。左バッターボックスは3番高梨。第9球打ちました、1・2塁間の打球、中田ボールを掴んだ、菅野取ってアウト、スリーアウトチェンジ。菅野今日は上々の立ち上がりです。2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターはビシエド。第9球投げた、フォークボール見送ってストライク。第2球見送ってボール。第3球を投げた、高め、フォークは外れてボール。第4球を投げた、4球目空振り。第5球投げた、打ちました、切れていきます、ファール。次が6球目、投げました、打ちました、岡本取った、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右のバッターボックスは5番阿部。第9球見送ってストライク。さあ次の投球、投げました、ボール。第3球を投げました、ボール、アウトコースへ。投げました、ボール。投げました、打ちました、痛烈、入れば先制だ、伸びた、伸びていった、見送った、ホームラン、先制ホームラン。白球は無情にもスタンドへ、失投だったでしょうか、完璧に捉えられました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。今の先制の場面、リプレイでご覧ください。バッターは6番マルティネス。アリエル・マルティネス、背番号57。第9球投げた、初球空振り、少し意識しすぎたか。第2球投げた、内角際どい球、ボール。第3球を投げた、打ちました、吉川晃太、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番木下。木下拓也、背番号35。
第1球。投げた、ストライク、タイミング合いません。第2球。投げた、これも空振り、少し意識しすぎたか。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、インコース引っ張った、ファール。第5球投げました、打った、スタンドに入りました、ファール。投球はこれから6球目、打ちました、切れていきます、ファール。次が7球目、投げました、打ちました、1、2塁間への当たり、菅野取ってアウト、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって1対0、ジャイアンツ先制点を奪われています。3回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは京田。第9、ストレートはボール。第2球、2球目ストライク。第3球を投げました、アウトコース高め、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げた、打ちました、打球はショート後方、坂本落下点に入った、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー柳。第9、投げた、初球流し打ち、ぐーんと伸びて右に切れました、ファール。見送ってボール。第3球を投げた、外角低め、ボール。第4球を投げた、高め、外れてボール。投球これから5球目、打ちました、打球は右中間に上がっている、超えた、柳、いいバッティングを見せました。バッターはトップに帰って大島、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。ボール、投げた、落とした、空振り。第3球を投げました、流し打ち、レフト下がった、ファールボール。第4球を投げました、見送ってボール。投げました、打った、ボテボテのショートゴロ、坂本ボールを取る、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。3回の表が終わって1対0、ドラゴンズこの回0点に終わっています。3回の裏、1点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、トップバッターは重信。第9、危ない球。第2球、打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒットになった、ボールが転がる、中継、重信ツーベース、ジャイアンツ同点のチャンスを迎えます。右バッターボックスは8番小林、ひときわ大きな声援が聞こえます。第9、投げました、ストライク。第2球、打ちました、ピッチャー返し、アウト、小林いい当たりでした。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは岡林、今日の第1打席はスイングアウト、投げました、打ちました、初球打ち、坂本掴んだ、ショートから一塁送球、アウト、岡林いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。第9、投げた、初球見送ってストライク、初球ストライクから投げた、ボール。第3球を投げた、フォーク決まってストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、ボール。
投球これから5球目。ボール。第6球を投げた。打ちました。三遊間のゴロ。坂本ボールを掴んだ。アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは4番ビシエード。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました。決まった。ストライク。1球目空振りから第2球投げました。アウトロー。外れてボール。第3球を投げました。インコース引っ張った。レフトバックしていった。クリーンヒット。ボールはセカンドへ。二塁タッチはセーフ。ビシエドツーベースヒット。ジャイアンツピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。先ほどホームランの阿部。ジャイアンツ一打負け越しのピンチを迎えています。第1球投げました。初球スライダー空振り。投球これから2球目。ボール。投げました。打った。センターへのフライだ。掴んでこれで3アウトになります。リプレイをご覧ください。菅野ツーアウト2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。4回の表が終わって1対1です。5回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターはマルティネス。第1打席は内野フライに倒れています。初球空振り。第2球投げた。打った。追い込んで第3球を投げた。高め。スライダーは外れてボール。第4球を投げた。高め際どい。ボール。第5球投げた。打った。ピッチャーライナー真正面。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには木下。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ストライク。第2球投げた。ボール。高め。投げました。打った。流し打ち。打球はライト右へ。これはヒットになります。ライトからセカンドへ。木下ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは8番京田。第1打席は内野フライに倒れています。第1球投げました。初球を打ちました。左中間へ持っていきましたが取りました。ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球1球目ストレート空振り。初球空振りからインローへ。変化球外れてボール。第3球を投げました。打ちました。三遊間へのゴロ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。ドラゴンズファーストランナー残塁。5回の表が終わって1対1です。5回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは重信。投げました。会心の当たり。アウト。重信いい当たりでしたがセカンド正面。これでは試合は後半6回に入ります。左バッターボックスはトップバッターの大島。今日はサードゴロとショートへの併殺打。投げました。変化球アウトコースへ外れてボール。第2球投げた。高めボール球打った。ピッチャー返し抜けた。大島いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは代打三ツ俣。第1球投げた。あーっとショーフライになった。ボールを取る。一塁へ送る。アウト。ランナー二塁に進みました。ジャイアンツピンチを迎えます。第1球投げた。初球打ち流した。打球はレフトの左へ。ファール。第2球ボール。
同期は3球目決まった、ストライク。さあ4球目打ちました、内野ゴロ。坂本取った、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球初球外れてボール、第2球投げた外れたボール、第3球落ちるボールは空振り、タイミング合いません。第4球は打ちました、レフト前進、飛びつくヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、ジャイアンツ勝ち越しを許します、2対1。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。右バッターボックスは阿部、今日3打席目。第1球初球打ってきた、抜けた、センターからサードへ、阿部ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。先ほどのプレーです。バッターは6番マルティネス、今日はセカンドフライとピッチャーライナー、投げた初球空振り、第2球見送ってボール、投げました、アウトロー際どい球ボール、投げました、決まってストライク。さあ5球目ボール、インコース高め。さあ6球目ランナー自動的にスタート、三振。6回の表が終わって2対1、ジャイアンツ1点をリードされています。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは木下、第1球投げました、決まってストライク。1球目空振りから第2球投げました、打った、当たり損ない、中田ボールを取る、中田一塁キャンバス踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは8番京田、今日はショートフライとレフトフライ。第1球投げました、ボール、第2球まっすぐ空振り、第3球を投げた、ボール、外角へ。第4球は打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、ダイレクトで当たった、強打、二塁も狙う、バッターランナー二塁でストップ、強打ツーベースヒットを放ちました。さあリプレイです。バッターはピッチャー柳、第1球投げた、外角高め外れてボール、第2球投げた、見送ってボール、第3球を投げた、打ちました、三遊間の当たり、アウト、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。菅野降板、右の鍵谷、今日2人目のピッチャーとして登板です。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げた、ボール、第2球2球目空振り、少し意識しすぎたか。第3球を投げました、スライダーボール、インコースへ。次は4球目打ちました、ファールボール。さあ5球目ボール、さあ6球目低め外れてフォアボール、フルカウントから結局フォアボールです。バッターは守備から出場の根尾、まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ。第1球初球フォークボール空振り、第2球投げました、ストレートはボール、内角へ。第3球を投げました、打ちました、右中間へのフライ、取ってこれで3アウトチェンジ。ジャイアンツこの回2アウト1塁2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。7回の表が終わって2対1。ドラゴンズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番高橋、今日はここまで3打数ノーヒット。さあ次の投球、打った、ファール、
投球はこれから3球目。打ちました、いい当たり、ボールはライナーで右中間へ、ワンバウンドヒットになる。高橋二塁を狙う、ランナー二塁でストップ。高橋いいバッティングを見せました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ドラゴンズダイソーを送ります。高松二塁に入りました。ここまで2安打のビシエド。第1球スライダーボール。第2球投げました、インコース引っ張った、ファールボール。第3球は3球目空振り、追い込んでから投げました、低めボール。投球これから5球目、打ちました、切れていきます、ファール。セカンド牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。第6球を投げた、外れたボール。第7球を投げた、ボール、フォアボール。今日2本のヒットを放っている阿部。第1球ストレートはボール、二塁へ牽制を送ります、二塁タッチはセーフ。もう一度二塁牽制球です、二塁タッチセーフ。第2球投げた、直球ストライク低め。第3球を投げた、ボール。第4球は見送ってボール。投げた、打ちました、これは内野ゴロ。中田掴んだ、一塁はアウト。ジャイアンツなおもピンチが。ドラゴンズダイソー投入です。加藤二塁に入りました。バッターは6番マルティネス。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振ボール。第2球投げました、打ちました、前進守備のセカンドの上、セカンド落下点、掴みました。これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。第1球投げました、ストレートはストライク。第2球投げました、ボール。第3球は打った、キャッチャー落下点に入りました、取りました、これでスリーアウト。鍵谷ワンアウト二塁三塁のピンチでしたが、後続をピシャッと抑えました。8回の表が終わって2対1です。さあここは守備を変えてくるようです。8回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは重野、投げました、見送ってストライク、キレのある変化球。第2球投げました、打ったに当たりだ、ワンバウンドヒット。重野一気に二塁へ、重信ツーベース。ジャイアンツ同点のチャンスを迎えます。リプレイをご覧ください。ランナー一人を置いて迎えるバッターは小林。大きな声援が届いています。第1球ストライク、変化球にキレがあります。投球これから2球目、見送ってボール。第3球を投げた、アウトコース高め空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げた、打ちました、ファールボール。第5球投げた、ボール、インローへ。第6球を投げた、カットボール、空振り三振。ピンチヒッターは中島に代わりまして、中島背番号。第1球投げた、見送ってストライク。1球目ストライクからカットボール決まってストライク、キレのある変化球、投げました、1つ外してボール。第4球は打ちました、内野ゴロ、2塁ランナー3塁へ、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球ボール、まずアウトコース低め。第2球投げました、打った、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファール。投げました、ボール。投球これから4球目、外れたボール。第5球投げました、ストライク、アウトコース厳しい球でした。次は6球目、投げました、打ちました、根をがっちり取ってアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。
ジャイアンツ得点圏にランナーを送りましたが同点に追いつくことはできませんでした。8回までが終了しまして2対1です。鍵谷降板、マウンド上はヘイナイ。最終回1点差でマウンドに上がります。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9インコースボール、投げた空振り、投げた打ちました、追い込んで投げた打ったファール。第5球投げた打った、坂本ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。代打は郡司。第9初球はカットボール空振り。第2球打った、これはいい当たりだ、打球はそのまま伸びていく、レフトセンター見送った、ホームラン、代打ホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。さあリプレイです。打順は1番に帰って大島。第1球投げたボール。第2球直球空振り。第3球は打ちました。第4球を投げました、カットボールはボール。投球これから5球目、打った、岡本取った、一塁送球、記録はヒット。バッターは2番ネオ、今日2度目のバッターボックス。第1球投げました、初球空振り、いきなり152キロ。第2球大島スタート、外れた、キャッチャー二塁送球、これは楽々セーフ、盗塁を許します。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ジャイアンツ外野は浅めの守備を取ります。ボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、5球目空振り。第6球を投げました、打ちました、二塁ランナー三塁へ向かう、抜けた、センターバックホーム、ネオ、いいバッティングを見せました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。第1球投げた、ボール。さあ次の投球、ボール。第3球を投げた、3球目空振り。次が4球目、投げた、外角高め、外れてボール。さあ投球は5球目、打った、ボテボテの当たりはセカンドゴロ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。今日2回目の併殺でこの回を終えました。9回の表が終わって3対1です。ジャイアンツ2点差に届かず敗れました。ご覧いただきましたように本日の試合はドラゴンズが勝ちました。勝利投手柳、敗戦投手菅野、西武ライデル・マルティネスでございます。さて今日のヒーローは勝利投手の柳、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただ